腰よりも高い高さで盛り上げていっちゃうわけじゃない。もちろんそれがないわけなのに1メーター以上盛り上げていっちゃうわけじゃないですか。うん、ああこんなもうもっといいコースできるはずなのにもったいない。ほら絶対湿ってるからいいコースできるはずなんだよ。ゆきいきます。はいよ。前半の角つきを出さなきゃ。内車です。コース日ですか。まだいいですよ、はい、前半の要求がもっとでかくなきゃダメよ。角度要求と角度をしといて踏みつけんのよね、セットを大きくしてスキー動かしちゃダメなんで、スキー動かしちゃ。ゆきいきます。ゆきほらしっかりとした毛作らなきゃダメだよ。ほら腰を少しグッてねじって沈み込まんで維持しなきゃダメよ。ゆきいきます。回ってる回ってる。ああ前半回すな。前半スキーの向き変えないで角度を作らなきゃダメ。お前今日も GS やめといた方がいいんじゃないか。どうなんだ。ほら体回ってダメな。わーもう少し角度ないと本当にねきついんですよ。怖いと思って緩めちゃうともっと怖いっていう。きちっとかかとめちゃダメだ。スラの方がいいじゃん。ちょっとまだ角度を出すっていうよりも回す方が優先されてる。内車です。お願いします。よっ。もう一段、もう一段切り返し早くだ。ヘアピンの返しが遅い。膝の返しが。電車です。ヘアピン低く切り替えるように意識してるんですけどどうですか。まだかかとずれるぞ。ちょっとどちらかっていうと、この両スキーのバランスとかすごい良くなってきたんだけど、スキーの角度出す前に向き変えちゃうの。ここがまだ問題なわけね。ずれてんな。このでも本当に両足のこのバランスみたいなのは良くなったんだな。まだ少しつま先寄りに乗ってるからこう
荷重かけてねじった時にテールが動いちゃうのよ。だもう少しね、後ろにポイントあると思うんだけどね。グリップゾーン入っとらんぞ。落ちてく感じはいいけど、スキーのグリップなし。